牛の谷駅は福井県荒ら市牛の谷にある西日本旅客鉄道北陸本線の駅である島式ホーム一面二線を有する地上駅ホーム南側に補線用の側線があるものの絶対信号機がない停留所となっているホームはカーブにより大きく曲がっており下り側が上り側よりも高くなっている線路東側に駅舎がありホームとは 校内踏切で連絡している。福井地域鉄道部管理の無人駅であり、自動券売機は設置されていない。IC カード専用型の簡易改札機が設置されている。福井県最北端の駅で、駅より約0.5キロメートルほど北にある熊坂トンネルを入るとすぐ石川県に入る。また、福井地域鉄道部管内としても最北となる。なお、当駅は、 北陸新幹線の金沢駅、鶴ヶ駅間開業後、大正寺駅とともに、IR 石川鉄道と、福井県平行在来線準備の境界駅になる予定である。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は22人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、駅舎のほぼ目の前を、北陸自動車道が通っており、 北陸本線は熊坂トンネルに入る前でアンダークロスしている。ありがとうございます。